栗藤は戦前を代表する日本の競走馬。牝馬として日本競馬史上唯一のクラシック競走3勝を挙げた。生涯成績11戦11勝は日本競馬における現在に至るまでの主要な競走を含む最多全勝記録。1984年に顕彰馬に選出された。馬齢は旧表記を用いる。生まれた時に付けられた名は念藤だった。93歳の時セリ市に出され、栗林商船会長の栗林雄二が顔を見た時、これはいい馬だと思ったと4万円の一声で落札した。これは当時の東京優駿競走の一着賞金が1万円だったことを考えると相当高額であったが、同じセリ市では歳藤を上回る6万円の値がついた馬が2頭おり、また歳藤の4万円には繁殖入り時の買い戻し条件が含まれた金額であった。歳藤は尾形系造り厩舎に入厩して栗藤と命名されデビューを目指していたが、脚部不安があったため仕上がりが遅れ、1943年4月11日の横浜農林商商店4歳小馬には間に合わなかった。結局デビューしたのは5月16日の新小馬競走で、2着馬に1馬身差をつけて1分58秒0で勝利した。これは同馬にとって最も少ない騎差での勝利である。この時騎乗した騎手は若手の前田長吉で、その後も栗藤に騎乗し続けた。その後は東京優駿競走、阪神優駿牝馬、京都農商商店4歳小馬を勝ち変則クラシック3冠を達成した。他に横浜記念の勝ち案もあり、出走した11戦全勝で、しかもそのうち7戦が騎差10馬身以上という圧倒的な強さを誇った。特に東京優駿競走ではスタートで大きく出遅れの勝利で、この時鞍上の前田はゴール前で束の足音が全く聞こえなくなったので、何かあったのではないかと気になり何度も後ろを振り返ったという。また、レース後の口取りで、栗林はレース後なのに栗藤の息が全く乱れていなかったことに驚いたという。なお、牝馬による東京優駿の制覇はこの後2007年にウオッカが勝利するまでの64年間現れることはなかった。ほとんど圧勝の連続だった栗藤に最も迫ったのはデビュー戦で1馬身差で敗れた歳白である。同馬は母にクレオパトラ・トマスを持つ良血馬で、栗藤と同じく、下宇佐御料牧場の生産であり、またセリ市では前述の通り栗藤を上回る6万円の値で落札された馬であった。歳白は後に種牡馬として成功している。デビュー戦を除けば最も迫ったのは1歳年上の菊花賞優勝馬で、新山の母の父にあたる早武田が3馬身差に詰め寄るのがやっとであり、ほとんどの馬は、栗藤の影すら踏めなかった。他に比較的著名な馬との対戦は、これも6万円の値がついていた弘桜などがいる。1944年、能力検定競争となった横浜記念を勝った栗藤は3週間後の提出後商店に出走する予定だったが、京都競馬場への輸送の際に風邪をひいて発熱して、レースを回避。それを機に、栗藤はそのまま引退し、生まれ故郷の下宇佐御料牧場へ戻り、繁殖名、念藤として繁殖牝馬となったが、1945年7月7日の千葉空襲を機に、日高の牧場へ移された。その後はオークスを親子2代で制覇した山一をはじめ3頭の重賞勝利馬を輩出したが、1964年に老衰により25歳の生涯を閉じた。メス系子孫は現在も残っており、後述の3区のほか、如月賞を優勝したサムソンビッグ、安田記念とスワンステークスを制覇した下総誉、名古屋優駿に勝利した笠松の新風来伝、2011年のナーサイ優秀2歳牝馬であるエンジェルツイートなどが出ている。雑誌優駿の企画で、日本競馬史上最強馬はというアンケートが、競馬関係者に対して行われた。関係者からは、新山やシンボリルドルフなど、そうそうたる名馬が挙げられる中で、シンボリルドルフを管理していた野平裕次調教師は迷わず栗富士の名を挙げていた。また、年配の競馬ファンの中にも、史上最強馬に栗富士の名を挙げる者も多い。なお、主戦騎手の前田は、その後陸軍に徴兵され敗戦後に、シベリア抑留され、シベリアのチタ州にて1946年に23歳で没している。ありがとうございます。